い、山口県の魚屋健坊です。ジュニアです。本日の食材がこちら、ヤリイカ。違います。コウイカです。地方によってはスミイカとか呼ばれる地域もあります。それではこちらをさばいていく、レッツゴー。はい、それでは桜田鮮魚で買ってきたコウイカをさばいていきたいと思います。460万円。違うか。コウイカって、まあ、炭が多いんで、流しの中で皆さんやりましょう。とりあえずパックから出します。今日はこれをコウイカを使ってですね、アヒージョとお刺身を作っていきたいと思います。はい、それではコウイカをさばいていきます。コウイカはですね、ここ親指を2本右と左入れてズブッと押してやります。ならコウが出てきます。それを奥にグッてやったらこんな感じになります。ここですね、身と、なんていうかな、ゲソの間に指を、ここ線が入ってるんですね、こうやってビーって、ここにね、指を入れてやります。よし。で、筋を入れて反対側も指を突っ込んで、こんな感じですね。で、ここにですね、2つ、2箇所ほど、身とゲソの間についてるんですね、ここ。ここを外してやる。持ち上げたら外れるんで、まあ、こんな感じでやったら炭袋が潰れない感じになります。はい、こんな感じですね。ここが問題ですよね。この炭袋もう先に取ってやりましょう。じゃないと流しとかが真っ黒になるんで、ちょっと水を流しながら。うわー、はい、案の定真っ黒になりました。これ炭袋のこの先端をですね、ここをつまんで引っ張ってやれば、炭袋はこんな感じで、はい、綺麗に取れます。はい、物好きな方は、これをイカスミパスタとかでやってください。とりあえず僕は炭は嫌いなんで、捨てます。おっとっと。はい、もう一個も同じようにしていきます。ここの親指を2本入れて、甲羅をギュッと押して出して、奥側にやってあります。はい、そして、まあ、ちょっと水を流しながらね、ちょっと映像的にはうるさいんですけど、水を流しながら、なるべく炭がつかないように。 でさっきも言ったように、ここですね、ここの線が入ってるんですね。ここの間に指を入れて、なるべく炭袋を潰さないようにこうやってやりますね。で、反対側も人差し指を入れて、で、最後にここの、あ、これはたまたま外れてます。こんな感じで、炭袋の辺は触らないようにやっていきます。で、先に、この炭袋を、水を流しながら取ってやります。はい、これは、イカの乳ですね。これも炊いて食べたら美味しいんで、まあ一応取っていきましょうね。調理してくれるかしてくれないかは、まみちゃんねる次第です。はい、これ炭をね、こっちの炭はね、あんまり入ってませんでした。炭をもう、ま、取ってやりましょう。よいしょ、うわー、はい、こんな感じです。はい、身と足に分かれました。あとはこのね、水を流しながら、この綺麗にしていくだけです。で、身についたこの炭とかは、クッキングペーパーとかで水を流しながら、こうやって取っていきましょう。まあ、こんな感じで取れていきます。それではこの身の方を皮、なんていうかな、エンペラーとか分解していきます。はい、まずですね、ここエンペラーと身の間に、指を入れます。で、親指でこうやってキューって外してやります。で、反対にしてエンペラーと身の間に指を入れて、今度は左の親指でこんな感じで、で、最後にここ両方から指を入れて外して、片方を押さえて、こう下側に引っ張っていきます。はい、ただこんな感じに分解できました。はい、もう一回いきます。まず、白い方を下にして、まな板に置いて、身とエンペラーの間に指を入れて、親指で外していきます。で、反対側にして、身とエンペラーのところに親指入れて、今度は左の親指で外していきます。
で最後に真ん中を外してやったらまあまあ綺麗にできると僕は思ってますんで、皆様よかったら真似してください。はい、続いてゲソの処理です。まあこの茶色い先っぽの辺だけをまず切って、この目ですね、目の上を僕は包丁を一回切り込み半分ぐらいまで入れます。そしてこの何て言うかな、くちばし、まあこれも食べれるみたいですけど、僕は嫌いなんで食べませんので廃棄します。でこう何て言うかな、ここを下にして目の辺を、包丁の先っぽで出してやります。はい、こんな感じですね。そしてここですね、この味噌のところに、縦に切り込みを入れて、このこういうのね、内臓を取っていきましょう。はい、こんな感じですね。ここイカスミの口んとこはやっぱこうやって墨が残ってるんで、まあちょっと開いてやって、あと水洗いをよくしてきれいにしたらいいと思います。はい、こんな感じに、身とゲソとエンペラー、おまけに乳もついてます。イカの子ですね。はい、こんな感じです。今回はこちらのゲソは使いません。身だけを使っていきます。とりあえずアルコールが切れたんで、皆様乾杯。お疲れ様です。あー、うめえ。一つはアヒージョ用に、一つはお刺身用に。ちょっとこのね、なんていうかな、周りだけをね切り落としてやります。別に問題ないんですけど、ちょっと食感が悪いので僕はのけます。はい、こんな感じで。でアヒージョ用はもう皮がついてても大丈夫なんで、飾り包丁をちょっと入れていきます。食感を良くするためにこんな感じで、で反対側からも、にゃーよし、こんな感じでいいかな。どれぐらいの大きさに切る？アヒージョ用は。ちっちゃい方がいいよね。もうサイコロ状みたいな感じで。はい、こんな感じですね。アヒージョ用完成。まあ、一口サイズに、切ってやります。アヒージョ用は薄皮を、取りません。それでお刺身用にしていくやつを薄皮取ります。まずね、このやっぱ端っこをこのちょっと切ってやらないと薄皮が取れにくいんですよね。でそして、この内側の方から、僕はこのちょっと、まあ、もったいないんですけれども、このちょっと包丁切り込み入れて、反対側もまたちょっと切り込み入れて、あとはですね、気合で薄皮を、これ見えるかね、これ映像的に分かるかね、これ薄皮を剥いでいくんですよ、この気合で。これ見て見て、これ見える、ちょっとおー、そんな感じ。おー、で反対にして、あー、これちょっとですね、失敗やね。失敗した時はこのクッキングペーパーとか、まあ、タオルでもいいですけどね、気合でね、こういう風に取っていくしかないんですよ。もうほんとこれ、これはやっぱ薄皮ですね、このね、口にやっぱまとわりつくっていうか残るんで、まあ、結構綺麗に取った方がいいですね。まあ、クッキングペーパーよりも、タオルの方がおすすめします。こんな感じで取れていきますね。薄皮が火を通す分には薄皮は多分気にならないと思うんで、そのままうちは食べてます。はい、お刺身にする方もですね、食感を良くするために、まあ、ちょっとね、この飾り包丁を入れていきましょう。まあ、どうでもいいですよね、正直。こう飾り包丁を入れてもいいし、斜めに入れてこの格子状に飾り包丁を入れてもいいし、でこのね、内側のゲソと身にひっついてるここちょっと硬いんで取ってやった方がいいですね。これわかるかな、これ。はい、こんな感じですね。まあ、イカの性質上こうはね、丸まりやすいんですけど、
コーンはね丸まりにくいんで、じゃあこれとりあえず半分に切って大きいの、いくよ。包丁はこう立てた方がいいですね。イカを切るときはあのバラバラにならない包丁を立てると。ちょっとでかいかもわからんけど文化包丁なんで許してください。あ、この包丁は、タダフサさんですね。僕はタダフサさんの包丁はかなり好きです。仕事でも使ってます。タダフサさん案件待ってます。大葉を引いて、はい、こんな感じで、はい、こっち側も。今ですね、地元ではコウイカの漁が盛んなんですよね。イカ玉って言って、イカが今産卵に他に寄ってるんですけれども、そのイカを罠を仕掛けるっていうか仕掛けを仕掛けて、取る量なんですけどね、イカ玉。よし、はい、こんな感じでできました。それではお風呂に入ってゆっくり食べていきたいと思います。はい、アヒージョができたんで食べていきたいと思います。はい、どうぞ召し上がれ。コウイカのアヒージョ、いただきます。はい、どうぞ。熱い熱い。どう？硬い、やおい。おいしい。うん。はい、それではお刺身を食べてもらいまーす。お刺身は熱くないけね。当たり前。コリ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 。どんな？おいしい。ネチョネチョするやろ。うん。それでいただきまーす。アヒージョ、コウイカのアヒージョ。おいしい。コウイカって硬いイメージがあると思うんですけども、アヒージョとかちょっと火を通せば柔らかくなってとってもおいしいです。お刺身いただきまーす。おいしい。はい、今回の動画はいかがだったでしょうか。コウイカ今が、春先ですね。春先が一番、水揚げが多い時期と思います。アオリイカとかケンサキイカ、ヤリイカとかそんな感じでイカも、産卵する時期と思います。はい、もしよかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイ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 は